妻オルガとロールシャッハヘルマンロールシャッハは、スイス、チューリッヒ出身の精神療法家、フロイト派に属する精神分析家。1921年に、被験者にインクのシミを見せて何を想像するかを述べてもらい、その言語表現を分析することによって、被験者の思考過程や、その障害を推定するロールシャッハテストを考案したとして名高い。 1884年11月8日に、スイスのチューリッヒに、無名の画家、美術教師であった父のもとに生まれ、幼少期から青年期にかけて、チューリッヒとシャフハウゼンで育った。小学校は、中立学校に通っていたが、ロールシャッハはいつも絵を描いていたことから、インクの染みという意味がある、クレックスとあだ名されていた。 はじめは父に習って芸術家を志していたが、高校を卒業する前に科学か芸術の道に進むかを決めきれず、ドイツの生物学者であるエルンスト・ヘッケルに自身の進路に関する相談を手紙に書いて送った。結局、ヘッケルの後押しで1904年にチューリッヒ大学に進学し、精神療法科になることを目指して精神医学の道を進んだ。中立ヒ大学では、 1906年にロシアとベルリンに留学し、当時精神医学の教授を務めていた、同国出身の医学者、精神科医である、オイゲンブロイラーの弟子となり、一般精神医学や特殊精神療法学、並びに臨床精神療法学を学んだ。その他に、同国出身の精神科医であるカールグスタフ・ユングのヒステリーに関する精神病理学を調考した。 1909年に医学を治め、当時付き合っていたタトアルスタン共和国のカザン出身であったオルガシュテンペリンと婚約した。1912年にブロイラーの指導の元論文、反応制限核と類似現象を表し、翌年1913年に卒業した。また同年にオルガと結婚し、ロシアに移り住んだ。なお、1917年には息子が生まれ、 1919年には娘を授かった。1913年に、ロシアで夫婦揃って、医師として、生計を立てようとしたが、あえなく挫折した。その後、ロールシャッハは、ミュンスター・リンゲン、ベルン、ヘルザウの精神病院に勤務した。なお、1911年頃より、インクの染みを用いて、連想実験を始めるようになるが、精神分析学に関心を持つようになり、 途中で中断し、スイスの宗教についての研究を行った。1919年には、精神分析学の実験が評価され、スイス精神分析協会の副会長に任命された。1921年に、ロールシャッハの主張で、ロールシャッハテストについて言及されている、全2巻からなる、精神診断学が刊行されたが、末期の盲腸炎を起こし、1922年に、 ヘディザウで、腹膜炎のため37歳で溶接した。その後、ロールシャッハテストは、フランスの心理学者、アルフレッド・ビネーラによって発展し、1993年に、アメリカの心理学者ジョニー・エクスナーが、ロールシャッハテストをまとめて、包括的なシステムを作り上げた。ロールシャッハは、1917年、空想を研究テーマにしていたツィマンヘンスの研究を、発見し、 その際、インクのシミのついたカードを用いてみた。一年後、彼は15枚の偶然に、インクのシミのついたカードを使った実験を開始した。彼の意図によれば、非対象者の主観的な回答、推理、知覚能力、知性や、情緒的な性格を引き出すことを可能にしてくれる、はずだった。ロールシャッハテストは、彼によれば様々な解釈できるような刺激。この場合は、 インクのシミに対して投影された人間の様々な傾向、解釈や感情を基礎としている。熟練した観察者は、被験者の真相にある人格的な性格の特徴や衝動を正確に読み取ることができるというのである。ロールシャッハは、精神診断学の中に300人もの、精神病患者や100人もの被験者についての成果を発表している。彼の方法は、以後、 精神医学の評価や診断のツールとして用いられるようになった。ロールシャッハテストには、なお様々な疑義がある。擁護者は、人の人格のすべてを深く評価するための質的で、高く評価されるべき手法であるといい、反対者は、信頼性の低い欠陥だらけのテストだと主張している。2013年11月8日、Google のトップページに、 ロールシャッハ生誕129周年を記念して、ロールシャッハテストがロゴに採用された。ABC 界文化大百科時典1971、P213、ABC 心理学大図鑑2013、P335、ABC グランド現代百科時典1983、P342、ハーマンロールシャッハ、m.datmhh.com、e. ハットロールシャフ派、テスト、サグミアー、ワズジュジースト、ウントイヒサグディル、ウェアジュビスト、ドガス、アンツァイガーフォム29、デトセンバー2007、1912年とも、哲学時点1973、P1526、今日の Google ロゴは、ヘルマンロールシャフ派生誕129周年、MDN、2013年11月8日閲覧。ありがとうございます。